こんにちは、笹原です。今回は認知症になると出てくる初期症状のトップ5についてお伝えしていきます。で、この認知症っていうのはやっぱりこの高齢化の社会の中でですね、年々増えてきてますし、やっぱり60代とか超えてくると、将来的にですね、認知症にならないかなっていう不安ってやっぱり抱えてると思うんですね。で、この認知症っていうのは脳の神経細胞がやられてしまって起きるものなので、この脳の神経細胞っていうのはまた再生する、要は治すってことが不可能なので、だからその認知症がもうすごく進行してしまったら、もうそこから戻すっていうのが難しくなってしまいます。なので認知症っていうのはもうなってしまってひどくなってから対処するのではなくて、もう早い段階ですね、特に今回お伝えするような初期症状とかがちょっと出だした、まあそれよりも前段階ぐらいから早めの対策をやっとくっていうのがやっぱり認知症を進めない上で非常に重要になってきます。で、僕自身ですね、こういった治療院する前っていうのも往診専門でいろんな施設行ったりとか、あといろんなお宅行って、そういった認知症の方の進行してしまった方のリハビリとかやってきましたけれども、やっぱりそういったのを経験した中で認知症進んでしまったら、まあ本人も辛いですし、まあ本人何もわからないですけども、やっぱそこまでなってしまったらですね、自分の意思でやったりとかっていうのができなくなりますし、あと認知症の周りの方ですね、やっぱ家族の方の介護が大変になったりとか、本当にすごく大変になってしまうので、僕自身もやっぱりそういった経験からですね、なるべく認知症になってしまう方っていうのを減らしたいっていう思いで、こういう YouTube の発信であったりとか、こういった情報の提供とかをしています。なので、もうこの動画ではですね、認知症になると、どういった初期症状が出るのかっていうのを知って、まあ、それにですね、もちろんそれによってイコール認知症っていうことでもなかったりするんですけども、まあ、大体認知症になってくると、こういった初期症状が出るんですよって理解しておくって非常に重要ですので、今からその認知症になると起きる初期症状の5つですね、っていうのをご紹介していきますので、ぜひ、まあ、最後までこの動画をご覧になっていただければなと思います。では早速ですね、認知症になると起きる初期症状のトップ5の1つ目は何かというと、短期の記憶力の低下です。まあこれは認知症で結構イメージができると思います。要は最近のことをすぐ忘れてしまうっていうのが、まあ短期的な記憶力の低下です。だからここで結構疑問に思う部分があると思うんです。短期の記憶って物忘れもありますよね。その物忘れと認知症によるその記憶力の低下ってどう違うのっていうふうに疑問に思ったことないですか？で、この辺の区別が分からず、あ、最近なんか物忘れひどくなってきたから私も認知症になってきたのかもしれんってすごく心配される方いるんですけども、実は物忘れと認知症による記憶力の低下っていうのは全然違ってきます。ではどういった違いがあるのかというと、例えばですね、夕食ですね、夕食を何を食べたのか忘れたですね、これは 何食べたか忘れたっていうのを忘れた場合は、これは物忘れになります。ただ認知症による短期的な記憶力の低下っていうのは、要は夕食を食べたことすら忘れてしまうですね、こういったのが起きてきたら認知症の初期症状の可能性があります。物忘れてのは何食べたっけって忘れるぐらいなので、またその夕食食べたことは覚えてるので、また夕食食べるってことはないですけども、認知症がちょっと進んでくると、もう夕ご飯食べたことすら忘れてるので、またまだ、ま、晩ご飯まだって言ってしまったりとか、晩ご飯はまた作って食べちゃったりっていう風な行動になってしまうんです。これぐらいやっぱ認知症と、いや、物忘れても全然違ってくるので、そういった前段階にしたことすっかり忘れてしまった場合っていうのは、認知症の可能性っていうのが出てきます。他にもですね、例えば外出した時に、要は買い物行って何買うのかを忘れちゃったっていう場合は、これ物忘れになるんです。例えば果物ですね、果物を買い物に出かけたのに、あ、果物買うんだっけ、何買うんだっけっていう風に言ってから忘れちゃうって結構僕らでもあったりするんですね。それはもう物忘れになります。ただ認知症の初期症状の場合っていうのは、外に出てですね、買い物で外に出たのに、買い物に行くこと自体を忘れちゃってるんです。だから要は何買うのかなではなくて、私なんで外に出てきたのかなっていう風になってしまって、買い物に行くはずが全く違うところに行ってしまったりとかですね、こういったことが起きてくると認知症の初期症状の可能性があります。なのでこういった物忘れではなくて、短期的な記憶力をそのまま忘れちゃうようなことが起き出したってなってくると、もう認知症が結構進んできている初期症状っていう可能性があるってことを、まあ覚えておいていただければなと思います。では次ですね、認知症の初期症状トップ5の2つ目は何かというと、検討式障害っていうのが見られるようになってきます。
ではこの見当識って何かというと、もう日付とか時間とかあと場所とかですね、そういったものを忘れてしまう、これが見当識障害に当てはまります。例えば何月何日やったのか、もしくは今はだいたいこれぐらい時間なのかとか、そういっただいたい検討できるようなものを忘れてしまうですね。であとはもう場所を忘れてしまうっていう形にもなってくるので、外に行ったはいいけども今自分がどこにいるのかが分からなくなってしまうから、要は帰ってこれない。だから結構認知症の初期症状で認知症結構進んでしまったりすると、外に出たはいいけど自分の家まで帰ってこれないっていう風になってしまうんです。これは要は見当識障害っていうのが起こってしまってるからなんですね。なので先ほどお伝えしたようなことにちょっと当てはまってきている場合っていうのは、認知症の初期症状の可能性があるっていうのを、まあ、2つ目覚えておいていただければなと思います。では次ですね、認知症の初期症状トップ5の3つ目は何かというと、感情の起伏っていうのが激しくなってきます。この感情の起伏の差っていうのはすごく結構著名に出たりします。例えばですね、もういきなりですね、今まで魅力できなかったがいきなり意欲がなくなって、家にいる時間が長くなって、家でもすごい暗い顔でこんな感じでじーっとぼーっとするとか、すごく不安が強くなってしまったりとかですね、そういったすごく落ち込んだりとか、すごくもう意欲がなくなったりとか、そういったものが起きてしまったり、他にもその逆でですね、今までそんなに感情の浮き沈みがなかったような人がいきなり些細なことでわーっと怒るようになったりとかですね、結構認知症の方っていうのはわーっといきなり怒り出したりってことも結構あったりします。実際に私も認知症のお宅に行ってた時に、要はリハビリしてちょっとですね、例えばマッサージしてて少し痛いって感じたら、それに対して激怒して蹴り飛ばされたみたいなことも実は経験あります。まあ、それはその人が悪いじゃなくても認知症やから仕方ないですね。そういった感情の起伏ですね、すごくガーッと落ち込んでしまったりとか、あとはちょっと些細なことでガーッと怒りやすくなったりとか、そういったのが今までなかったのにいきなりですね起き出した場合っていうのは、認知症の初期症状の可能性があるっていうのを、まあ3つ目覚えておいていただければなと思います。はい、では次ですね、認知症の初期症状の4つ目は何かというと、幻覚症状が見られ出すです。でこの幻覚障害っていうのは、認知症って言ってもいろんな認知症のタイプがあるんです。でこのいろんな認知症のタイプの中で、レビー小体型の認知症っていうのがあります。でこのレビー小体型認知症っていうのになった方だけです。まあ他のパターン、まあ、よくあるアルツハイマー型の認知症とかあると思うんですけども、そういった認知症には見られないんですけども、このレビー小体型認知症に限って見られる初期症状っていうのが、先ほどお伝えした幻覚症状っていうのが見られるようになります。でこの幻覚症状っていうのは、要は今そこにですね何もいてないのに、あ、ここになんか犬がおるとか猫がおるとか、なんかそこに何か見えるとかですね、まあ幻覚が見えるっていうのが起きてくるですね。これがレビー小体型認知症の特徴になってきます。でこのレビー小体っていうのは、パーキンソン病っていうのにも関係するもので、このレビー小体っていうのが視覚ですね、脳の中でも後ろの方の部分っていうのは視覚に関係する、いや 見るですね、目の見る視覚に関係する部分なんですけども、そこがすごく影響を受けてくると、要は目の視覚に影響する部分がちょっとやられてしまうので、要は幻覚が見えたりするっていう風になってしまいます。なのでレビー小体型認知症に限らず、そのパーキンソンになってもそういった症状が結構出てきたりしますので、例えばパーキンソン病であったりとか、あとはレビー小体型認知症になってくると、そういった幻覚症状が初期症状で出てくるっていうのも、まあ覚えておいていただければなと思います。では最後ですね、認知症の初期症状トップ5の最後5つ目は何かというと、被害妄想が出てくる。これも非常に多い初期症状になってきます。でこれは例えばですね、家の中の何か盗まれたとかですね、もうそういったのを全く盗まれていないのにそうやって言ってしまったりとか、あとは誰々さんから暴言吐かれたとか悪口言われたとかですね、そういった言われてないのにそういった被害妄想で言われたっていうふうに言ってしまったりとか、あとはご夫婦で例えば奥さんが認知症になった場合は、旦那が浮気してるとか、パートナーのそういった浮気を疑ったりとかですね、そういった実際には起きてないのに被害妄想でそうやって言う時間とかが増えてきたってなってくると、ちょっと認知症のちょっと初期症状始まってるなというふうに疑った方がいいっていうのも最後ですね、ちょっと覚えておいていただければなと思います。ではこの5つご紹介していきましたけども、最後にですねちょっと重要なことが、この5つですねっていうのに
当てはまったからイコールダメってことではないです。もう5つ当てはまったらもう認知症やからもうそこからは進んでいくしかないのかって思うかもしれないですけども、認知症っていうのは結構やっぱ日常習慣、日常生活からひどくなってるパターンが多いです。例えば食生活ですね、食事の内容であったりとか、あと運動の習慣であったりとか、あと水分しっかりとる習慣とかですね、そういった日々の習慣を結構変えることによって改善することって結構ありますので、だからまあこういった初期症状っていうのを覚えておいていただいてですね、まあ本当は初期症状になる前から日常生活でちょっと運動の習慣をつけるとか、食生活をちょっと見直すとか、あとはなるべく水をしっかりとるようにするとか、そういった習慣の見直しをちゃんとですね意識してしていただいて、やっぱり認知症ってなってしまうと、もう冒頭でもお伝えしたようにですね、もう自分自身が本当はそういうのはね したくないですよね、したくないですけども、なんか誰かに暴言吐いてしまったりとか、あと誰か分からなくなってしまって家族に迷惑かけてしまったりとか、そういったことになってしまいますので、ぜひそうならないためにもちゃんとですね対策していただいて、もう認知症にならない人が一人でも多く増えていただければなと思います。はい、本日も動画ご視聴いただきありがとうございました。で、今ですね関節を自分で解消して一生自分の足で歩くための3ステップ動画講座という風な有料で伝えているような内容というのを無料で特別にプレゼントしています。で、そのプレゼントですけども、下の概要欄から受け取ることができますので、そちらから LINE に登録いただくとプレゼント無料の動画の3つの講座っていうのをプレゼントで受け取ってもらえますので、ぜひそちらの方も受け取ってもらって、自分で膝の痛みの解消であったり関節痛の解消につなげてもらって、一生ですね自分の足を保てるような状態というのを作っていただければなと思います。では次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。